はい、どうもビスタンでございます。ついに先日最新作のアルバム Luxury Disease を9月の9日に発売決定発表しましたワンオクロックさん、そして本日の動画ズバリですね、そのアルバムにも収録される予定の Save Yourself の初見で叩いてみた動画をお送りしたいと思います。で、何を隠そう、僕ねワンオク大好きなんですよ。昔からどんぐらい好きかっていうと、僕の過去に叩いたこのワンオクメドレーの動画見てみて、多分ワンオクファンの方もあ、こいつちゃんと初期から好きだなっていうの多分伝わると思うんで。で、その初期の頃のね、贅沢病というアルバムありましたけれども、この今回の最新作のタイトル Luxury Disease を日本語に訳すと、そう、贅沢病なんですね。このタイトルに込めた思いから察するに、結構ギターロックでビートもテンポアップでっていうサウンド感に限定回帰するんじゃないかなというような意味が込められてるでしょうね。今この撮影時点で今日 MV が公開になったんですよ。でそれ当然僕まだ聴けてはいないんで、一緒にセッションするような形でドラムを叩きながらワンオクロックの最新曲を存分に感じたいなという企画になっております。ぜひ皆さんにもその様子リアクションを楽しんでいただければなと思います。早速ですが、行っちまいますかね。とさあ、それでは初見で叩いてみた、行ってみましょう。 Save Yourself スタート。あ、来た来た来た、まだ入んないかな。 Save Yourself かっこいい。 Love is pain, I know too well, you never fail. ドラムいつからですか。ドンってくるはず、ここら辺。ああ、なるほどね。あ、まだか。ああ、込み上げてくる系ね、だんだんと。ああ、かっこいい。どっかでテンポが上がるはず。スネアの位置が独特。ドンとパンパンツタトンパンで、あー、かっこいい。あー、からの、おお、 EDM っぽい感じ。あ、まあ一旦戻るのね。でまたハーフの16ビートっぽい感じかな。ドンドン、あ、ここは2番はアップテンポだ。かっこよ。おお、サビ行くのね。2番は B メロがない。ギリレタル、ここはシン、どういうこと、どういうこと、どういうこと、わー、かっこいい。ここだ、まだ、まだだった。あ、かっこいい、俺もやりたい。よっしゃ、入れた。終わり、終わり、終わった。かっけー、かっけー、これドラム映えするね。はい、
というわけでいかがでしたでしょうか。セーブヨーセルフの初見で叩いてみた。めちゃくちゃかっこいいっすね。なんかどの時代を切り取ってのワンオクらしさもちゃんと詰まってるっていうような楽曲になってるんじゃないですかね。ドラムに関しても、まあ、日本の音楽ジャンルのイメージっていうとやっぱ結構細かかったり、キメがすごくキメ細やかに入るようなテクニカルなジャンルが多いんですけど、やはり世界基準のねロック大戦で活躍しているワンオクさんの基準で言うと、ビート自体はね大味なロックビートが多いんですけど、意外とやっぱりスネアが入る位置は結構トリッキーだったりっていうのはなんか結構トモヤさんテイストなのかなと感じたりしました。途中でね2番になったら EDM っぽいビートも入ってきたりして、保証する、叩いててめちゃくちゃ楽しい。はい、というわけで初見で叩いてみた撮影中はね、言うてちゃんとワンオクロックのサウンドをしっかり感じられてないと思うんで、ゆっくり今から冷静に向き合って聞きたいと思います。スタート。いや怖えよこのかっこよなんかこの遠ざかる演出とこの重低音感たまらんね。このこの建物作ったのかな、オブジェ。いいスネア、軽やかだけどすげえ芯があるスネア。あ、結構キックは抜いてるんだね。ここ好き、なんかちょっとミューズっぽい。なんだろう、結構ソリッドだなサウンドが。このサビの一番厚みを出すとこが意外とギターがシュッとしてる、ソリッドなサウンドに感じる。でハットの音もそんなハイが強くないですよね、サラサラしてる。ここよ、この要素よな。ここにワールド感を感じるわ、グローバル感を感じるわ。日本語、あ、さっき気づかなかったわここ日本語なの。まず集大成な感じするな。やばいやばいやばい、映像もやばい。あ、今のギターかっこいい。すげーシンプルなんだけどな。ここちょっと変拍子っぽく感じたけど、普通に4分の4拍子か。くー、フェスでやんのかなこの曲。やるだろうな。いやこれは人気曲になるな。これはあっぱれでございます。さあ今日の動画そんな感じでした。というわけで皆さんからの感想、そしてその他リクエストなどもあったらぜひコメント欄にお願いいたします。この動画気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録の方ももちろんお願いします。というわけでまたお会いしましょう。ビッグママドラマーのビスさんがお送りしました。バイビス。